はい、皆さんこんにちは、松です。本日もですね、副業の瀬取りということで、仕入れた商品を紹介していきます。また最後にですね、利益商品の方も公開していたしておりますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いします。この動画はですね、中古転売を始めて間もない方や、初心者さんに向けて発信をしております。この動画を最後まで見ていただければ、実際の販売データ等を公開してますので、同じような商品があれば仕入れ額次第ですが利益が取れる可能性が高い内容となっております。ちなみに私はですね、副業で中古品セトリに特化をして仕入れをしております。店舗、中古品のメインで、オールジャンル仕入れを行っております。仕入れた商品や利益商品など実績を発信していきますので、ぜひこのチャンネルが有益と思われましたらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは早速本題の方に入ります。こちらですね、仕入れた商品なんですけど、レディースのアパレルからですね、商品の紹介になります。ブランドがですね、エルフランクというブランドになります。エルフランクのですね、ダブルの、コンブレのタイプになるんですかね、コンブレザーのタイプで金ボタンということで、仕入れを行いました。売上予想が5000円前後ということです。こちらのダブルのですね、この金ボタンの形は、結構レディースアパレルでは回転が早い商品になりますので、仕入れを行いました。このブランドはですね、私知らなかったんですけど、あんまりこのブランド自体は強くないんですけど、この形ですよね、ダブル、仕入れしたポイントに書いてますけど、このダブルの形と金ボタンということで、仕入れを行いました。またサイズもL の L サイズ、大きいサイズだったので、回転よく売れてくれるかなと思って仕入れをした、次第でございます。予想の金額が5000円前後で、履歴ありましたので、これくらいで売れてくれると思います。2点目がですね、こちらがのブーツになります。ブランドがグラムになります。これはですね、仕入れしたポイントが、タグがついてですね、未使用品、新品、同様の未使用品だったので仕入れを行いました。売上の予想が1万円前後、ということで、履歴ありましたので、こちらも、仕入れを行いました。今夏でですね、非常に暑いんですけど、こういうブーツはですね、回転あまり良くはないんですけど、夏でも売れてる履歴ありましたので、仕入れを行いました。これ3000円ぐらいの仕入れだったので、1万円ぐらいで売れてくれれば、非常にいいかなと思います。サイドゴアブーツということで、形もですね、こちらにあるサイドゴアついてますので、すぐに売れてくれるかなということで仕入れを行いました。3点目がですね、メンズからですね、ブランドがヒューストンになります。ヒューストンのシングルライダージャケットになります。予想金額が1万円前後になります。仕入れしたポイントはですね、このハイネックタイプ、これからちょっと寒くなるとかですね、こういったハイネックタイプが、回転が良くなるかと思いまして仕入れました。あと一つはですね、50% オフの、タグがついてましたので、仕入れ金額も非常に安かったので、仕入れを行いました。こういった革ジャンはですね、夏暑いんですけど、今、バイクのツーリングとかですね、そういうのが流行ってるかどうかわかんないですけど、見かける、僕もたまに見かけますので、年中、需要があるかなと思いますので、仕入れを行いました。売上の予想が1万円前後ということで、50% オフ仕入れられましたので、この金額で売れれば、4、5000円ですね、利益が取れる、仕入れになっております。3点目がですね、ちょっと知恵玩具にはなるんですけど、アパレルだとかちょっと違うんですけど、ブランドが七田というところが出している知恵、玩具になります。商品名がシルエットパズル、ちょっと匠板って書いてあるんですけど、ちょっと読み方が分かんないですけど、これがですね、売上の予想が3000円、仕入れしたポイントが、これが仕入れがですね550円で、仕入れができたということが、ポイントになります。こういったですね、アパレル以外もですね、ブックオフとか、そういうのに行けばですね、たまにこのポツンと置いてありますので、仕入れの幅が広がればですね、アパレルが取れなくてもですね、大した額じゃないんですけど、これもこの金額で売れれば、1000円強、2000円ぐらいですね、利益取れる可能性がありますので、仕入れをしました。もちろんですね、メルカリ上の履歴を確認して、
まあ、同じような商品、まあ、これ同じ商品がですね、まあ、2000円から3000円で売れていたので、まあ、この仕入れ金額だったら、まあ、負けはないということで、仕入れを 行いました。まあ、僕もですね、オールジャンル仕入れるを、心がけておりまして、まあ、アパレルで取れなかったら、まあ、こういったものをもたまに見てですね、利益が取れるものはないかなということで、日々アンテナを立てて仕入れをしております。まあ、こういったですねジャンルを広げてることによって、まあ、売上が安定してくるかなということで、仕入れを行っております。最後にですね、利益商品の紹介なんですけど、利益商品が、PS3 ですね、プレイステーション3の、まあ、型番まで申し上げますと CECH2500 の A の SS 色がシルバーになっています。これが売上金額が 13,400 円、仕入れ額が、ちょっと半端なんですけどこれは、合ってます、6,578 円で、利益が送料を、送料を含めた金額が、4,432円、送料も、入ってますねこの金額には。だから、もう純利益になります。手元に入っているのは4,432円取れております。まあ、こちらの商品ですね、なぜ仕入れたかというと、まあ、このプレステのですね、このシルバーっていうのが大体ちょっと貴重なもの、みたいでですね、メルカリ上で結構の高値でこのぐらいで売れてくれたので、仕入れをしました。これ実はゲオで仕入れをしたんですけど、まあ倍以上の値段がついていたので仕入れを行いました。こういったですね、家電っていうかこのゲーム機は特にプレステはですね結構回転が早くて非常に早く売れるイメージがあります。なので、こんなに金額差なくてもですね、まあ8,000円か9,000円でも、まあ、利益が1,000円2,000円取れるんであればですね、僕はこういうゲーム機は、仕入れをするようにしております。まあ、たまたま6,000円ぐらいで仕入れられたので、まあ、4,000円、結構いい利益取れてるので、まあ、皆さんもですねゲオとか、まあ、ブックオフハードオフ行った際にですね、このプレステだけでもですね見ていただければ、まあ、1,000円、まあ、2,000〜3,000円ですね、取れることは、ただっていうか、まあ、足を運べばですね店舗に運んでいければ、結構出会う確率ありますので、このプレステですね、は回転が速くて、まあ、必ず売れてくれます。まあ、利益がどれくらい取れるか分かんないですけど必ず売れてくれるので、仕入れをおすすめする、商材になります。まあ、これも型番こう歌ってますんで、まあ、同じような型番あればですねこの 13,000円ぐらいで売れますので、まあ、それを参考にしてですね仕入れてみてはいかがでしょうか。最後にですね、このチャンネルでは、中古品セドリに特化して有益情報をシェアしていきます。今日みたいにですねまたアパレル家電等をですね、利益取れたものはシェアしていきますので、このチャンネルが有益と思いましたらぜひですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではですね本日もご視聴いただきどうもありがとうございました。